はいどうも、不明デオです。今回ですけどもアリスチャーム、紹介していきたいと思います。まあ、このツムね、2月に登場したんだっけ、3月だったっけ。まあ、今年登場したツムで、チャーム最強ツムとなっております。でコインプラス補正がね、まあ、めっちゃついていてコインが稼ぎやすいというところで、まあ、皆さんね欲しいんじゃないかなというところで、あとは三が日もね、まあ近いということでですね、まあ三が日にね復活しそうだなというところで、まあ動画にしております。でこのね、スキルがね、まあやっぱ強力で、まあ6秒間スキル間だと6秒間あって、でしかもプラス補正がですね 40% ぐらいつくんですよね。これがマジで強くて、なんか適当になぞってるだけでも勝手にコインが入ってくるみたいな、そんな感じです。はい。でまあ9チェーン以上すればタイムボムもね、まあ出せるんで、それがねいいですよね。で盤面はねスキル発動すると2種類になるんで、まあ、そこもなおいいかなと。はい、なぞりやすい、このおかげでね、このおかげで。だってさ、ノーアイテムでやったことないけど、ノーアイテムでも半分になるんかな。それやったらめっちゃ強くない？それはないよね。多分これ3種類になるんですよね、きっと。これ今、ツムが3種類あるから、変化するじゃないですか。ハートの女王と、白ウサギと、チシャネコ。だからこれ多分、3種類になるか。5、4で2種類になってるだけかなと思います。使ったことないけどね、アイテムなしで。でまあこのツム、まあ自分が使うとまあ大体1枚4000枚ぐらいの平均になります。ただ上振れ下振れはね、まあ結構あって、まあやっぱタイムボムの出次第とかっていうところもあったりするんですけども、まあ強いですね。で1分効率で言うともう3000枚は余裕で超えてくるような性能なんで、本当に強いなと思います。ただね、まあ一つ懸念点を挙げるとすれば、辛いんすよ。長時間やるのか。そこだけだね。スキル、まああとね、まあスキル的にまあ2種類になるんで、まあ簡単でしょうと思いきや、まあこれをね、まあ9チェーン以上で、まあ、早くなぞらなきゃいけないっていうのは、まあ、なかなか、はい、難しいところがあるので、まあ、そこら辺が、ね、ちょっときついところかなと。難易度と、まあ、長時間コイン稼ぎは、まあ、ちょっと向かないかなと。他のさ、まあ、例えば消去スキルとかだったら、もう、スキル発動しても放置でいいじゃないですか。しかも、そのスキルで消去したのでも、スキルゲージが溜まって、まあ、そのままね、スキル発動に、スキルループしてスキル発動できちゃうみたいな、ツムとかもね、いるんでね。やっぱそこら辺と比較すると、やっぱ難易度はかなり高いんじゃないかなと思います。これ、学校じゃなくてなんだ、職場の昼休み、飯食った後に動画撮って、まあ、リプレイなんですけども、これ確かね、1万7000枚ぐらい出てたと思います。で、2プレイ目は、まあ、逆に下振れて、まあ、なかなかの下振れで、まあ、それもね、ぜひ最後まで、どんぐらい、上振れ下振れがあるのかっていうのも、まあ、見れるんじゃないかな、というところで、まあ、ぜひ最後まで見てみてください。もうさ、これ、やっぱ強いっすね、こう見ると。プレイはね、まあやっぱね、タイムボム狙ったりとかするので、多少ね、長いんですよ、プレイ時間が。5分ぐらいかかったりするんで。そこだね。これさ、スキル中やっぱ、忙しい。忙しいんだよね。忙しい。で、9チェーン以上をたくさん作ってボムキャンしていかなきゃいけないんですけども、まあ、それをね、素早くできないと、まあ、コインもですね、まあ、その分稼げないので、
まあ、そこはね、まあ、ちょっと重要かなと思いますので、まあ、使う人、使う際は、まあ、その辺意識してもらえたらなと思います。で、まあ、その辺ちょっとやるの厳しいって方は、まあ、母体格好ぐらいにしておいて、まあ、今後に、まあ、育成するかどうかっていうのを決めてもらえばいいんじゃないかなと。まあ、もっとね、難易度の低いツムってたくさんいるので、で、それでも結構強いツムっていうのもたくさんいるので、ちょっとね、そんな形でやってもらえたらなと思います。ちなみに低スキル帯とかでも、一応補正はね、スキルレベルごと補正が違うんだったかな。ちょっと今見てみますけども、スキル1が、プラス1段階で、プラス2、3が2段階で、4、5が3段階で、6が4段階という形になってます。スキルごとに毎回上がるわけではないというところですけども、プラス4段階だから強いし、はい、っていう形でございます。2プレイ目見ます。これ、そう、このバーが欲しかったんだけど、まあ2プレイ目も、まあ、まあやってることは同じなんだけど、あんま稼げなかったというところも、まあ一応ね、ちゃんとね、お見せしようかなと。ほぼほぼ1万枚ぐらいで確か終わった気がします。1万500枚とかかな。はい、このツム欲しいな。サブアカとかでね、ちょっと育成していきたいなと思うんですけど、メイアカはね、スキルマなんで、まあ別に復活は望んでないんですけど、低スキルでもね、まあ使ってみたいですし。はい、ということで11,175枚か、 なかなか渋いですねっていう、まあ上振れ下振れがですね、あったりもするので、はい、まあそこら辺もちゃんと覚えておいてもらえたらなと思います。はい、ということで、アリスは、以上になります。またね、三が日に向けての、まあ、動画、いや、まあ復活しそうな動画、投稿していきますので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、ミッキーセレブ前に、アリスチャーム紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。